はい、それでは定刻となり、定速するに対しましたので、ただいまから令和2年7月号に関する特別委員会を開会いたします。それでは特定事件であります令和2年7月号に関する諸問題の調査を議題とし、調査を進めてまいります。本日は国県からの復旧状況に関する説明調書にかかる管内調査を行うこととしております。それでは本日の日程につきましては、ご覧の日程表の通りでございますが、事務局から説明をいたさせます。こんにちは。それではタブレットにポップアップをしました日程表をご覧ください。この後鏡市を出発しまして、八代総合庁舎に参ります。八代総合庁舎5階大会議室において、国県から計画や復興に関する説明があり、その後質疑応答となります。所要時間は70分を見込んでおります。国県からの説明聴取が終了いたしましたら、鏡市長へ参りまして委員会を再開し、具体的な調査内容についてご協議をいただきまして、委員会終了となります。以上で日程の説明を終了いたします。ただいまの日程について何かご質問等はありませんか？ありません。内容でしたら管内調査のためしばらく休憩いたします。タブレット言っとか。それ、皆さんお疲れでした。休憩前に引き続き令和2年7月豪雨に関する特別委員会を再開いたします。ただいま調査してまいりました国県からの復旧状況等に関する説明聴取について、何か質疑ご意見等はありませんか？はい、なければ以上で国県からの復旧状況に関する説明聴取についての管内調査を終了いたします。執行部はご退出ください。お疲れ様でした。お疲れでした。ご苦労でした。お疲れ様でした。それでは他に当委員会の所管事務調査について何かございませんか？なし。委員長よろしいですか？はい、山本。今日はですね、協議の場の中で、説明を聞きながらですね、いろいろとこう復旧復興に向けての県と国の努力というのはですね、これは私たちはもう評価せないかんし、私たちもやっぱりその評価に対して何をすべきかということも考える必要があると思いますので、今回については、そういう公の場でのですね、説明聞きましたので、現場の方々、被災者の方々がどういうような考えを持っておられるのか等々についてもですね、今ちょうど座談会が、それで3日目かな、明確ですね。26日まで、18日から26日まで、この後の結果等々を踏まえながら、よろしければその計画をしていただければなと思います。はい、現地調査も入れてですね。はい、他にございませんか？それではただいま山本生きる委員より現地視察、また具体的な調査の内容というようなことでご意見がありましたが、これにあたっては、現在が年度末でもございますのでですね、執行部と調整した上で実施したいと考えますが、いかがいたしましょうか？はい、ご異議なしの認め、そのように決しました。また具体的な調査の内容を検討する中で委員からも意見がございましたが、調査内容についてご協議したいと思いますが、ご意見ございませんか？今山本議員が言われたような形で、現在行われております地域懇談会が最終第4回目がですね、現在行われております。で、26日に終了いたします。各旧8国ですね、振興会を。で、それから後に現地視察に入るだろうと、年を明けてですね、そういう形になろうと思いますので、復
施行計画の中ではですね、3つ大きな柱があります。1つは安心安全な住まいと暮らしの再建について、それと産業経済の復興について、防災減災及び社会基盤の整備についてなどについてのことが挙がっておりますが、これに対する調査という形で必要であると思いますが、ご意見がございましたらお願いします。こういう形で進めていってよろしいでしょうか。一番現地もお伝えから、はい、山本さん、今日も質問がありまして、まあ、橋本委員からもですね、質問があったように、まあ、農業関係、はい、まあ、動物関係等々も現地もですね、何か所かですね、はい、視察をするような状況を作っていただければと思います。はい、わかりました。はい、現地調査についてはですね、おそらく半日では終わりません。1日かかると思いますので、委員会自体の開会もですね、 1時間ほど早めて9時ぐらいに始めたいというような意向はありますが、よろしいでしょうか。それでまた皆さんに提案させていただきますので、それではよろしくお願いしたいと思います。ご異議なしの認め、そのように決しました。具体的な、それでは次回の日程については、現地撮影については委員より意見が出ましたが、先ほど館内調査の話がございましたが、執行部と調整した上で委員の皆様にご連絡することにご異議ございませんか。はい、現地撮以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって令和2年7月豪雨に関する特別委員会を参加いたします。お疲れ様でした。大変ありがとうございました。